アポリナリーバスネツオフによる1911年の会が街の通り、オプリーチニキの到着で逃げる人々。ノブゴロド虐殺は、1570年に、ロシアのノブゴロド市で、ーリーイヴァン4世紀のオプリーチニキによって行われた襲撃。犠牲者の数が非常に多く、 極端に暴力的な残虐行為と相まって、この事件はおそらくオプリー127負の,の遺産の中で最も悪質なものと考えられている。1560年代後半のイヴァン4世は陰謀と暴力を多用した。イヴァンの精神状態は絶えず悪化し、リボニア戦争によって深刻化した。イヴァンのボヤールに対する強い不信感、幼少期から続く気質、 彼のパラノイアのコントロールの必要性が相まって彼は1565年にオプリーチニナを創設した。オプリーチニキは本質的にイヴァンの個人的な支配下にある民兵組織であり議会の助言なしに不従順なボヤールの処刑を公的に宣告し財産を没収する権限を有していた。イヴァンはこの権利を自由に行使し、 彼が脅威とみなしたすべての人を粛清しようとした。イズボルスクの反乱のような事態を避けるために、虐殺の1年前である1569年、ツアーリーとなったイヴァンは、ノブゴロドと近隣のピスコフから数千人を追放した。彼はまた、彼が脅威と思った人々を処刑し始めた。例えば1568年、モスクワの150人以上のボヤール議員と貴族は、現実、 または想像上の陰謀を容疑に殺害された。これらの人々はオプリーチニナに抗議したものだけではなかった。イズボルスクの損害をめぐる不可解な状況は、モスクワの貴族の不安を高まらせ、イヴァンは反乱が拡大していると確信した。彼は、重廷のウラジーミル・アンドレービチとノブゴロド氏を最大の脅威とみなし、強硬な手段に出ることを検討した。イヴァンは、 ウラジーミル・アンドレービチとその家族のほとんどを処刑された直後にノブゴロドにおける反乱と反逆の脅威を主張して攻撃を開始した。おそらくノブゴロドに依然として多くのウラジーミル支持者と被護者がいたことは偶然ではない。イヴァンの恐るべき復讐はノブゴロドをひどく傷つけた。虐殺の死者は不明確である。ノブゴロド氏第三官によると 虐殺は5週間続いた。プスコフ氏第1巻は犠牲者の数を6万人としている。しかし、これらの数値は公平な情報源からではなく議論の余地がある。同時代の西洋の情報源は2700から27000人が殺害されたとしている。現代の研究者は犠牲者の数2500人から12000人までを推定している。 修道院の名簿に関連する情報源では、虐殺の被害者はわずか1,505人だったが、これらはおそらく上流階級の市民であり、それ以外の市民は名簿に載っていなかった。これらの名簿に基づき、ルスランスクルインニコフは、犠牲者の数は2,000から3,000人であると考えている。イバンによる虐殺だけが要因ではないが、虐殺は、かつての大都市ノブゴロドの、サビレタ。 地方都市への衰退に大きく影響した。イヴァンによるノブゴロドに対する襲撃のように、自らの支配者から攻撃されること、特に生命や財産に対する壊滅的な攻撃は、イヴァン四世と彼の祖父によって行われた以前の攻撃も相まって、さらに市民の心理的な抑圧をもたらした。攻撃の後、住民の多くはモスクワからの迫害を免れるために都市を逃げたか。 一部のものはオプリー地域の出生に伴う高い税金の支払い及び食料不足によって悪化した苦しい状況により死に至った。攻撃の一環としてイヴァンはノブゴロドに属する高地のおよそ90%を荒廃させた。これは数年前の農業の失敗と結びつき食料不足を引き起こした。生産能力の大部分が失われ経済が 本質的に荒廃したため、イヴァン三世がロシアで権力を獲得するためにモスクワと戦った都市であるノブゴロドは政治的地位を失い、ノブゴロド公国は紛れもなく過去のものとなった。ありがとうございます。